どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ANA ダイナースの新規入会キャンペーンまとめやっていきたいなと思います。ということで、先日ね、こちらの動画で ANA の、ね、新規入会キャンペーンまとめて紹介させていただいたわけなんですけども、こちらね、もう ANA a ックスゴールドのね、過去最高のね、キャンペーンは終了って言いたがちになるわけなんですけども、このね、ANA ダイナースの 新規入会キャンペーンもですね、非常にお勧め。ちょっとね、決済額が高いっていう風になりますんで、まあ、決済できる方に関してはですね、非常にお勧めの内容っていう風になっておりまして、おそらく過去最高ではないかと思いますので、うん、ANA ダイナスのね、新規入会キャンペーンと、プラスしてね、基本スペックなどもですね、一緒にね、解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、早速で、ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、先日ね、ANA ではない、普通のダイナースカードをですね、紹介させていただきましたよね。で、このね、ANA の ダイナースカードに関しては、初年度からね、年会費かかるクレジットカードっていうふうになりまして、前回ね、紹介させていただいたのは、普通のダイナースで初年度年会費無料キャンペーンが今やっているっていうふうになりますんで、マイルをたくさん欲しいっていう方は、こちらの方はね、おすすめっていうふうになっておりまして、ダイナースの特典をね、利用されたい方は、まあ、ラウンジとかですね、トロリーとかね、そういった特典を利用されたいっていう方は、ま普通のね、ダイナースのクレジットカードの方が、 おすすめっていうふうになります。で、この ANA ダイナースの方はですね、年会費はかかるけど、新規入会キャンペーンでね、えー、たくさんマイルをもらえるっていうふうになりますので、まあ、こちらを狙いたい方は ANA ダイナースの方がおすすめって言いたがちになります。で、内容なんですけども、まず年会費が税込み29,700円かかるクレジットカードっていうふうになります。件名はね、こういった形になっておりまして、ダイナースクラブのね、えー、記載があって ANA カードっていうふうになっておりますよね。で、こちらもね、ANA のクレジットカードっていうふうになりますので、 先日ね、ANA のクレジットカードの発行 注意事項をまとめっていうね、動画を出させていただきましたので、このお客様番号、これから発行される方でね、お客様番号で、ね、まあ、ANA のね、マイル番号、こちらを変更したい、変更されたくないっていうね、えー、ございましたら、ぜひね、そちらの動画、えー、一度ね、見ていただいてからですね、概要欄に載せておきますんでね、発行をね、検討していただければなと思います。で、年会費は29,700円、税込みっていうふうになっておりまして、カードクラスはゴールドカードで、家族カードは6,600円っていうふうになります。で、基本還元率が100円で 1%還元っていう風になりまして ANA マイル還元率も1%還元っていう風になります1ポイント1マイルにね交換することができて移行上限もねないという形になりますで ANA の航空券などを購入する際は2%還元になりまして貯まるポイントはえダイナースクラスリワードポイントということで ANA マイルに1ポイント1マイルに交換することができますこちらは ANA ダイナスのね非常な大きな特徴になっておりまして普通のダイナースカードはですね ANA マイルにね交換するのに数量が かかったりとか移行上限とかもねあると思うんですけどもそういったものはねあるわけなんですけどもこの ANA ダイナスクレジットカードにはそういったものはね一切ないっていう風になりますのでポイント有効期限もございませんし移行手数料もえマイル移行上限もねないっていう風になりますのでじっくりね貯めてえ移行ねすることができるっていう風になりますで入会継続ボーナスマイルということで ANA のねゴールドカードになりますので入会した時とえ継続した時に2000マイルがね もらいますでまたね登場ボーナスマイルゴールドカードですので25%増量してもらえるっていうふうになりましてえ旅行保険が国海外旅行保険自動付帯国内に関しては利用付帯っていうふうになりますこのね ANA のクレジットカードのゴールドカードの中で海外旅行保険がね自動付帯で利用することができるっていうのは、まあ、ダイナースと ANA jcb ゴールドカードっていうふうになりますのでまあ年会費はねこの ANA ダイナースの方はね29,700円ということでかなり高いですよね ANA jcb ワイドゴールドカード え、1万5000円ぐらいだと思うんですけども、それに比べるとね。約倍ぐらいしますので、海外旅行保険をね。目当てに持つっていうのはまあ,あんまりお勧めできないですかね。まあ、どちらかというと、a n jcb ワイド、ゴールドカードね。そちらで利用していただく1万5000円っていう風になりますし、スマリボ利用すればね。2年目以降から5000割引でね。あの年会費、あの割引で利用することができるっていう風になりますんで、自動負担で利用されたいっていう方はそちらがね。おすすめです。で緊急対応デスクということで、こちらね。海外旅行の際に。 的にね、病気になったところで、キャッシュレスメディカルサービスとかもね、ダイナースは対応しておりまして、ショッピングリカバリー、こちらね、購入後、90日間ね、最大150万円。 保証ししててくれるっていう風になりましてこのダイナースのね、大きいショッピングリカバリーの特徴と一つとして、スマートフォンがね、対象なんですよね。まあ、スマートフォン対象といえばね、イオンカードが有名だったりするんですけども、このダイナースもですね、購入後90日間はね、スマホを購入しても、まあ、壊したらね、ショッピングリカバリーね、利用することができるっていうふうになりますんで、こういったね、購入して保証していただけるサービスはね、結構いろんなのであるんですけども、スマホでね、保証がしてくれるっていうのはね、結構少ないので、これもおすすめポイントです。 で、空港カードラウンジがね、利用することができて、またね、空港のね、ダイナースが提携してるね、ラウンジが利用することができるということで、こちらはね、国内外全部で100、1300カ所ね、あるわけなんですけども、これがね、非常におすすめです。で、こちらね、あの、ゴールドカードなんですけども、こちらのカードに関しては、 海外のラウンジはね、年間10回まで、こちらね、本会員、家族会員ね、それぞれ10回ね、利用することができるわけなんですけれども、えー、年間10回までっていうふうになりますんで、 この点はね、注意してください。一応ね、ボテジュが国内に入るのか、国外に入るのか、ちょっとこれはね、微妙なラインですので、一応国内にカウント入ればね、無制限なんですけども、これ海外に入んじゃないのかなもし持ってる方ね、いらっしゃいました私はね、このダイナースカードはですね、何回も売ってると思いますけども、いくら申し込んでもね、あの、他のカードでも審査通らなかったので、ぜひね、教えていただければなと思います。ボテジュも国内に入るんだったら結構いいですけどね。まあ一応海外のラウンジは年間10 回まで、っていう風になります ANA のゴールドカードということで、ANA ビジネスクラスチェックインカウンターがね、利用することがカードデジで利用することができます。ですので、エコノミークラスに乗って、ビジネスクラスチェックイン,レーンね、行っていただければ利用することができて、手荷物高いサービスは、帰国時1個無料でね、年間2回までにはなりますけども、利用することができます。それ以外にもホテル特典ということで、クラブホテルズっていうのがね、利用することができたり、レストラン特典ですね、エグジェクティブダイニング、約200 80箇所以上のねレストランで、コース分を2名名利利用用すすするるとと1名無料でね利用することがででねこがきますでハワイ特典ということで、まあ私がね、ずっと利用したいこのトロリーバスですね、年間2回まで、本会員、家族会員の方がね、利用することができて、これね、ずっと利用したくて、利用した動画をね、出させていただきたいんですけども、未だにね、ダイナスはね、審査を通してくれませんので、なかなか厳しいですね。いつかね、このダイナス審査通ったら、こちらね、レビューね、出したいと思うんですけども、これいいですよね。 めちゃくちゃ利用したいですね。で、国際ブランドはダイナースということで、発行元は三井住友トラストクラブ株式会社が発行しているクレジットカードになります。で、本家のね、ダイナースカードのプロパカードはね、コンパニオンカードっていうね、パーカードブランドのね、クレジットカードが無料でね、発行することができるんですけども、ANA ダイナースに関してはこちらね、発行することができません。で、このね、ANA マイルのね、最大還元率なんですけども、ダイナースに関してはですね、 えー、一部ね、ポイント対象外っていうのはね、記載されているわけなんですけども、ANAPay のね、チャージ、ANA のね、クレジットカードですので、ANAPay にチャージしていただいて0.6%還元。で、a n a ペイ使っていただくと0.5%還元が取れるっていうふうになりますので、最大還元率は1.1%還元で、 利用することができるっていう風になります。まあこちらはね ANA ペイの公式サイトになっておりまして ANA カード、プレミアムカードの場合だと1,011マイルなんですけれども、まあダイナースのねあの一般カードはゴールドカードっていう風になりますので1,000円で6マイルっていう風になりますので100円のけ還元率にすると0.6%還元っていう風になりますので合計するとね1.1%還元で利用することができるっていう風になります。このねダイナースのねクレジットカードね公式サイトにね ANA ペイでポイント対し じゃないですよっていう記載があるんですけどもまあ、これはね、カード側のポイントがたまんないっていうだけで、この ANA マイルに関してはですね、ちゃんともらえるっていうふうになりますんで、この手はね、安心して利用していただければなと思います。まあ、通常で使っても1%、ANAP 通しても1.1%還元っていうふうになりますんで、まあ、これはね、どっちでもいいのかなっていうところなんですけども、一応ね、ANAP にチャージすることができれば、Android の方限定にはなると思いますけども、ここからね、楽天エディ、 え、楽天キャッシュってね、ルートが組みますんで、このルートはね、一応覚えておいていただきたいなと思います。この ANAP にね、チャージすることができるっていうのは非常に大きいですよね。まあ、先日ね、あのー、 キャッシュからね、ANAPay が潰れて、まあその代わりがね、バンドルカードっていうね、動画を出させていただいておりますけども、やはりね、この ANAPay にチャージできるというのはね、非常に貴重ですよね。まさかね、ダイナースがこの ANAPay にね、チャージできるとは正直最初思ってなかったんですけども、アメックスできないのになぜかダイナースができるって結構不思議ですよね。 まあ、こういった感じになります。で、次にね、新規入会キャンペーンなんですけども、先日ね、紹介させていただいたこちらのね、ANA のキャンペーンがありますよね。で、またね、ANA ダイナース側でもね、キャンペーンやっているっていうふうになりまして、最大12万8000マイルなんですよね。めちゃくちゃすごいですよね。 では、こちらからね、紹介していきたいなと思うんですけども、ANA Dynasty c カードですね。概要欄にリンク載せておきますので、もしね、発行されたいっていう方は、そちらからね、利用していただければなと思います。ANA d y n a s 新規入会キャンペーン202310ということで、これ2023年10月からね、始まってるみたいで、注意していただきたいのは、3月の29日でこちらね、終了するっていう風になりますんで、この動画が出てんのね、3月の19日っていう風になってると思いますんで、大体あと10日ぐらいでね、キャンペーン自体 終了してしまうっていう風になりますんで、もしね、発行されたいっていう方は、できるだけ早めにね、キャンペーンに参加してみてください。ANA メ m ク x ゴールドのね、14万6000マイルのキャンペーンがね、えー、先日終わってしまいましたので、今ね、最高なのは多分これが一番マイルがもらえるキャンペーンではないのかなと、 思います。で、最大12万8000マイルということで、このダイナースのキャンペーンに関しては、まずね、こちらは ANA 側の、ね、入会でにもらえる2000マイルなんですけども、この次からですね、選んだコースの利用金額に応じてボーナスポイントを、プレゼントということで、こちらね、コースを選んでいただくっていうふうになりまして、ご選択していただいたコース以外の特典はお受け取りすることはできませんということで、A、B、C ってありますけども、どれかね、選んで利用していただくっていうふうになります。もしね、100万円までしかね、もう無理そうだっていう 方はこの a コース選んでいただければいいと思いますし150行けそうっていう方はねこちら選んでいただければっていう感じでこれねちょっとひ目を引いてしまいますけれども300万円利用していただくとね9万6000万円ですよねこれはでもやっぱすごいですよねまあ、利用できる方はですねもちろん300万円以上ね利用していただければですね9万6000万円ですかね非常にすごいですよね で、またね、このダイナースのクレジットカードをね、100円で1マイルね、貯まるっていう風になりますんで、まあ仮にね、300万円以上利用していただくとですね、100円で1ポイントのところでね、そうすると3万マイルね、もらえるっていう風になりますんで、非常にでかいですよね。これ合計していただくと、まあこれをね、 この2000マイルも入れると12万8000マイルっていうふうになります。まあ、この A であればね、100万円になりますので、プラス1万マイル B だったら150万円なので、1万5000マイルはね、もらえるっていうふうになります。で、このね、注意しておいていただきたいのは、特典利用金額の通常のご利用ポイント、100円で1ポイントとして利用した場合、このマイルがね、もらえるっていうふうになるわけなんですけども、これはどういうことかというと、 ANA ダイナ a ま、あダイナースのクレジットカードっていうのは、アメックスをね、同じように、ポイントマイル加算対象外の加盟店っていうのがあるんですよね。エディチャージ、JR, 東日本、モバイルチャージ、パスモ、パス p 定期券、ANA ペ a y AU Pay 残高チャージ、 ウェブマネープリペイドカードチャージ、キャッシングローン、年会費、各種オプショナルサービス参加料がこちらポイント付与対象外っていうふうになります。先ほどね、話した ANAPay もですね、このダイナース側のポイントはもらえないんですけども、ANA 側でね、ANA マイルが0.6%関係でもらえるっていうふうになりますので、まあ、こちらにね、記載がされているっていうふうになります。またね、モバイル Suica とかね、エディとかもね、こちらチャージ、 対象外っていうふうになりますんで、先ほどね、ルートを示したこちらのルートですね。こちら、ダイナースから直接モバイルスイカにチャージしてしまうと、ポイント付与対象外なんですけども、ANAPay にチャージしていただいて、ANAPay からモバイルスイカチャージしていただければ、ちゃんとね、1.1%還元取れるっていうふうになりますんで、もしね、このダイナースカードでですね、モバイルスイカチャージされたいっていう方は、そういうルートをね、利用していただければ、ポイント付与、 取れるっていう風になりますんで、そういった感じでね、利用してください。で、またね、200円につき1ポイントのマイル加算加盟店ということで、まあ、アメックスと同様ですね、対象外と200円で1ポイント、まあ、半分のね、加盟店があります。で、電力会社、水道会社、ガス会社、で、公共料金、税金ですね。で、その他、NHK 受信料とかね、ここら辺とかは本当に、 アメックスとね、かなり似ている部分がございますけども、まあこういったところで利用すると、200円で1ポイント0.5%還元っていう風になりますんで、先ほどのキャンペーンでね、この 通常の100円で1ポイントっていうのは、まあ、ここのね、加盟店に入らない場所で、まあ、利用していただければですね、この100円で1ポイントで、300万決済していただければ3万マイル取れますよっていう表記になりますんで、この点はね、注意してください。税金なのでね、利用しようと思った方はですね、こちら税金ありますけども、これもね、国税、市民、えー、各種税金ね、両方とも200円につき、 1>, 1ポイントっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、設定されておりますんで、この点はね、注意していただきたいなと思います。それでは次にですね、前回もね、紹介させていただきましたけども、このね、ANA 側のキャンペーンがね、今非常に強化されてるんですよね。ダイナースのキャンペーンはですね、こっちから申し込んでコース利用していただいてね、決済積んでいただければですね、ポイントが取れるっていう風になるわけなんですけども、この ANA のクレジットカードはですね、エントリーが必須になっておりますので、もしね、 今回のキャンペーンで発行された方はですね、確実にこちら、えエントリーねするようにしてください。こちらですね。 で、またね、冒頭にも言ってると思うんですけども、ANA クレジットカードの新規発行のね注意事項まとめの動画で、マイレージクラブ番号をね変更するかしないかっていう話をね、させていただいたと思うんですけども、いずれにしてもですね、確実にエントリーね、して、利用ね、していただければなと思います。で、こちらもね、エントリーが必須で5月31日でね、打ち切られてしまうっていうふうになりますんで、発行された方はですね、発行後にね、エントリーする形になると思いますので、ぜひね、忘れずにエントリーしてください。でこちら こちらの ANA のキャンペーンなんですけども、えー、発行をね、利用していただくと、マイルがもらえるキャンペーンっていうふうになっておりまして、ANA ダイナースっていうのはゴールドカードの分類に入りますので、ANA のゴールドカードの場合は、100万円以上利用していただくと、まあ、3万マイル。一応50万とね、100万円未満のね、えー、倍でもね、マイルがもらえるっていうふうになっておりますんで、 今回ね、ANA ダイナスキャ y c a に関しては、100万円利用していただくと、3万マイルもらえるっていうふうになりますんで、このキャンペーンにね、さらに3万マイル追加っていうふうになるんですよね。ですので、それだけで15万8000マイルがね、もらえてしまうっていうふうになりますんで、非常にすごいですよね。で、またですね、ANA のね、クレジットカード、新規で発行される方は、このね、ANA マイトーンプログラムっていうのをね、利用していただくと、こちらね、あの、紹介者の番号と名前ね、こちらの え、ページでね、申請していただくだけで、自動でね、マイルもらえるっていうふうになりますんで、ANA ダイナスカードはね、2000マイルもらえるっていうふうになりますんで、合計するとですね、先ほどの3万マイルを足して15万8000。で、ANA マイトンプログラムを入れると、16万マイルがね、もらえてしまうっていうふうになるんですよね。非常にすごいですよね。 この ANA のね、マイトムプログラムに関しては、初めてね、ANA のカードをね、発行された方限定にはなりますけども、紹介番号とね、お名前入れていただくだけで、えー、マイルね、プラスでもらえるっていう風になりますんで、これもね、非常にいいですよね。こちらも概要欄に載せておきますんで、利用されたい方はぜひね、チェックしてください。で、これのね、マイルの冬時期は、 マイルはカードがお手元に届いてから約10日までに、えー、それぞれ積算いたしますということで、こちらもね、覚えておいてください。まあ、こういった感じでですね、両方ともね、利用していただく。まあ、こっちをね、達成すると自動的にこっちも達成みたいなキャンペーンなので、まあ、こちらでね、狙っていただければですね、かなりね、マイル取れるっていうふうになりますし、300万いける方はね、16万マイルっていうふうになりますんで、すごいですよね。 で、そちらのキャンペーンをね、えー、まとめたのが、えー、こちらになりまして、こういった感じですね。ANA、えー、側のキャンペーンで入会ボーナスとマイトムプログラム。こちらは a 年カード新規の方のみですね。で、100万円利用していただくと全部で3万4000マイル。で、ダイナース側のキャンペーンは A、B、C から選んでいただいて、それぞれね、A だったら100万円、B だったら150万円、C だったら300万円利用していただくとこちらのマイルがもらえるっていう風になりまして、 プラスね、こちらの利用した、ね、金額の対してね、通常特典としてね、カード利用分のマイルが加算されるっていう風になりますんで、まあ、最大300万利用していただいて、ANA カード初めての方に関しては、16万マイルもらえるっていう風になりますんで、年会費はね、29,400円と、まあ、かなりね、高いわけですけども、16万マイルですからね、非常にすごいですよね。 16万マイルあるとね、どういったことができるのかっていう話なんですけども、先日 ANA のね、必要マイル数引き上げがね、発表されましたけども、16万マイルあればですね、まず、えっと、こちらはね、4月の18日からだと思いますけども、ANA のね、必要マイル数少し上がるんですよね。そちらも解説出しておりますので、気になる方、そちらぜひチェックしてください。東京からホノルルに関しては、8万、8万5千、9万マイル。こちらビジネスクラスっていうふうになります。ですので、16万マイルあればですね、 ホノルルの C ビジネスクラスですね。往復16万マイルね、行けちゃいますね。これはやっぱりすごいですよね。まあ、このね、東京ホノルルのね、ビジネスクラスってめちゃくちゃ競争率が激しいんで、本当に直前で発見していただくか、まあ1年前からですね、私の動画でね、解説出させていただいておりますけども、まあそういった感じでね、あの、早押しとね、熟練度が必要になりますけども、まあそういったのでね、利用していただければ取れなくはないと思うんですけども、かなり競争率は 激しめです。まあ、それでもね、お二人でね、16万マイル利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、もちろん、レギュラーシーズン、ハイシーズンでね、えー、ちょっとね、必要マイル数が足らなくなりますんで、ちょっと貯めていただく必要がございますけども、まあ、こちらもね、まあ、射程圏内ではないかと思いますので、今回のキャンペーン、やっぱりすごいですよね。まあ、このね、 モノルル路線がちょっと厳しいっていう方は、まあ北米ね、ニューヨークとかロ、えー、ロサンゼルスとかね、まあそういったところで利用していただくのもね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、かなり上がりますので、えー、ローシーズンでね、2万5千ぐらい上がってるっていうふうになりますんで、ちょっとね、貯めていただく必要がね、お二人の場合はね、あるわけなんですけども、お一人だったらね、全然いけるんですけどね。はい、お二人でなると、ちょっとね、あの、必要マイルスでね、上がってきて、あの、プラスしてね、貯める必要はございますけども、まあ一撃ね、16万マイルな ででねねね今回のキャンンペーン本当にす、ね、すごいですよ、ね、はい、ということで、今回ですね、ANA ダイナース新規入会キャンペーンまとめということで紹介ね、させていただいたんですけども、まあ3ヶ月でね、300万円っていう風になりますんで、かなりハードルは高いですよね。 はい、そんなに達成できる方ね、いらっしゃらないかもしれないんですけども、もしね、達成できそうだっていう方はですね、ぜひね、え利用してみていただければなと思います。前回ね、ANA アメックスゴールの時は確か150万円だったと思うんですけども、これもね、結構ハードル厳しいんじゃないかななんていうふうに思っておりましたけども、結構ね、申し込みあったみたいですので、今回ね、300万円ということで、ハードルはね、ちょっと高いですけども、マイラーの方とかね、あの、飛行機好きな方ってね、結構お金持ちの方がね、多い みたいなので、まあ、もしねこの機会に300万円切れるよっていう方はですね16万枚でね取れるっていう風になりますんで是非ね参考にしていただければなぁと 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PT 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイズ診断ね、こちら無料で利用することができるっていう風になりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ